屋上探偵は、大崎ともに作、遠藤達也挿絵による小説、またはその小説をもとに、遠藤達也が漫画化した漫画作品。2007年現在、小説2本、漫画1本が発表されている。元は、ジャンプ、J-BOOKS より発売された、ライトノベルである。頭脳名跡、美目修例だが果てしなく、エッチな屋上のトラブルシューター。 犬村限定と彼を取材したことからトラブルに巻き込まれることになった新聞部員、月島近子のコンビが織りなすアクションコメディである。屋上探偵第1作目。最初のページにはカラーの漫画が掲載されている。屋上探偵にミッドサマーボディガード内の1、エピソードを遠藤達也が漫画化した作品。41p。夏休みは、た中の私立明星館高校で、 連続水着盗難事件が発生した。他の女子が皆、泣き寝入りする中、小山直が、屋上のトラブルシューター犬村元邸に捜査を依頼する。被害者は全員、解放プールで泳いだ後図書館へ寄り、被害に遭っていた。目下、犬村を、密着取材中の月島近子がおとりになり自ら、プールと図書館へ赴くが、ドスケベの犬村は相変わらずの様子で、その時、 月島のバッグをひったくる人物が現れた。ありがとうございます。